ダイエットの初心者が買ってしまいそうなダイエットグッズ12品、それをジャッジします。インチキダイエット業界を私が変える。皆さんこんにちは。日本一わかりやすいダイエット指導をしているダイエットトレーナーの根岸です。今回は初のコラボ企画、今海外で流行っているスワップボックスっていうのをやってみました。皆さんはスワップボックスってご存知ですか？簡単に言うとプレゼント交換、これを他の YouTuber さんとやってみたんです。今回お題もなくただプレゼント交換しても視聴者の皆さんにはメリットがないので、私がダイエット指導者ということもあり、今回のスワップボックスのお題はダイエットグッズのプレゼント交換をしてみました。早速届きました。じゃーん、こちらですね。結構重いんですよね。何が入ってるんでしょう。今回コラボしてくれたのはこちら、私のパーソナルジムのお客さんでもあり、暇つぶ爽快というチャンネルを持つ YouTuber のケン君です。彼は私のジムに来てなんと3ヶ月で83キロから69キロまで落とすことができたんです。なんとマイナス14キロ。本当に頑張り屋さんの YouTuber なんです。今回この企画のスワップボックスでは、その彼が一般人目線で良かれと思っている商品、そう、自分でも使おうかなと思っているダイエットグッズ、これを今回送ってもらいました。そのグッズを私が評価しながら皆さんに紹介していきたいと思います。一般人目線で見て買ったダイエットグッズなので、もしかしたら私が見落としているすごいダイエットグッズが入ってるかもしれません。一方でプレゼント交換なので、私がケン君に送ったプレゼントはプロ目線で見たダイエットに必要だなと思うグッズを送りました。このプロとアマチュアの目線、面白いですよね。私が普段お客様におすすめしているダイエットグッズをケン君に送ったので、この動画を見てくれている皆さんはぜひケン君のチャンネルで私が自信を持って進めるダイエットグッズをチェックしてみてください。さあ、まだ中に何が入っているのかわからないので楽しみです。開けてみましょう。おお、手紙がついてますね。はい、って読んでみましょう。背景ネギ先生、デブの限界、そう思って行動に移してから間もなく3ヶ月が経ちました。先生には感謝しても感謝しきれない思いの件です。ありがとうございます。現在マイナス14キロ頑張ってますので、これからも励んでいきたいと思います。いいですね、これからもっと痩せましょう。今回の企画スワップボックスではダイエットをテーマに撮っていますけど、せっかくですから他のお客さんや視聴者さんにも楽しめるように Amazon で痩せそうなものコレクションを集めてみました。ただ集めるだけじゃ物足りないので、さらに効果があるものは丸、ないものは×をつけて、なぜダメなのか、こうしたら丸だけどこうしたら×などの補足を入れながらご指導のコラボになったら面白いかなと思っていろいろ送りました。ありがとうございます。うん、確かにいっぱい入ってます。先生をびっくりさせる商品もあるかも。それでは寒い季節は日に日に増していきますので、健康にお過ごしくださいませ。暇つぶ爽快、ありがとうございます。ケン君、では実際に一個ずつチェックしていきましょう。何からいこうかな。じゃん、ダイエットティー黒豆プアール茶。プアール茶ね、昔ちょっと流行りましたよね。このプアール茶ってお茶の中で唯一発酵しているお茶なんです。さあ、これがダイエットにいいかどうかって話なんですけれども、この発酵しているっていうポイントがダイエットと関連づいてるのかもしれませんが、発酵しているものを食べて脂肪が燃焼するなんて仕組みありませんからね。この表のところに見えるかな、こんな感じでダイエットティーなんて書いてあるんですよね。しかもよく見ると後からシールで貼ったって感じですよね。皆さんはこのダイエットって書いてあると痩せる、発酵しているから痩せそう、そんなイメージでこのお茶を飲んでる人もいるかもしれません。でも先ほど言ったように、発酵している商品を飲んだからって脂肪が燃える仕組みなんてないんです。なのでこの商品はダイエットには向いてません。こうやって何でも商品にダイエットって書き込めちゃうのも怖いですよね。そもそもケン君、私のダイエット指導でお茶飲んで痩せるなんて一言も言ったことないですからね。はい、じゃあ次行きましょう。あ、何かと思ったこれ。ああ、そっかそっか、これを使えってことね。面白いの入れてくれましたね、ケン君ありがとう。はい、じゃあ次行きます。これだ、なんだこれは。はいはいはい、ところてんだ。ちょ待ってよケン君、これ
これ試供品だよね。やだな、ケン君、試供品送っちゃダメでしょ。まあいいや。はい、じゃあところてんをジャッジしていきます。このところてんはカロリーゼロだからダイエットにはありでしょう。でもここで注意してほしいことがあります。これら低カロリーとかゼロカロリーの商品に言えることなんですが、これを食べるから脂肪燃焼するってわけではないですからね。なのでところてんを食べることによって脂肪燃焼するんではなく、こういった低カロリーのものを食べることでお腹を満たし、余計なものを食べないようにする、これが大事なんです。例えばこれを間食で食べたりとか、食後の口寂しい時に食べたりする。そうすることで余分なカロリーを摂取しないっていうのが目的なんです。そういう理由でところてんを食べるなら OK です。はい、では次に、おお、来ました、いきなりカロリミット。これはね、大手のファンケルが作っているサプリメントですね。これを飲むと食事の糖と脂肪の吸収を抑えます。こう大きく書いてあります。じゃあ実際これはどうなんでしょうか。この商品の成分はギムネマ酸とクワの葉由来のイミノシュガー。さあ、この2つの成分が糖と脂肪の吸収を抑えるのか、これね、大きな落とし穴があるって皆さん気づいていないんです。このギムネマ酸とクワの葉の成分ってグルクロン酸っていう成分が入っているんです。そのグルクロン酸っていう成分、人間の味覚の甘いなーって感じる感覚を麻痺させるんです。そしてその成分が食べたものを美味しく感じなくさせるって言われているんです。でも言われてるだけですからね。つまりこのカロリミットを飲むと糖と脂肪の吸収を抑制するんではなく、食べたものが美味しく感じないから食べる量を減らせるってことなんです。これ聞いてみんなびっくりでしょう。皆さんの中ではこれを飲むと食べたものの吸収を抑えると思ってるんですが、違うんです。これを飲むと食べたものが美味しく感じないから食べる量が減る、つまり糖と脂肪の吸収を抑えるって言ってるんです。これすごい言葉のからくりですよね。つまりこれを飲んで脂肪が燃焼するかと言ったら、つまりこれを飲んで痩せるんではなく、これを飲むと食べ物が美味しく感じなくなる、そういうサプリメントなんです。では次、はいはい、こんにゃくラーメン系ですね。こちらはカロリーが20キロカロリー、45キロカロリーで、こっちはカロリーが99キロカロリー。成分表見てみましょうか。糖質 0g、 糖質 5.7g、 こっちは糖質、この商品はこんにゃく麺を使ってるけれども、なんと糖質が 17.8g、 結構入ってますよね。ここで皆さんに気をつけてほしいことは、こんにゃくだからとか低カロリーだからって言って成分表見ないで食べてしまうと、実はその中に糖質が意外と入ってたって商品が結構あるんです。なのでこんにゃくはそもそも OK なんですけれども、こういった加工されたものとか、こういうのに関してはしっかりと成分表をチェックしてから食べるようにしてください。こっちの糖質が低いこんにゃくは OK です。先ほどのところてんの時もお話ししたんですが、こういうのを食事代わりにしてしまってはタンパク質不足になってしまいます。なので普段の食事の食べ過ぎを防ぐために使ったり、満腹感を出すために食べるなら OK です。なのでこんにゃく麺は OK です。さあ次はこれかな、こちら、ああ、オリゴ糖。このオリゴ糖もいろんな方から質問されます。低糖質ダイエット中に使っても大丈夫ですかってね。これね、確かに腸内のビフィズス菌の餌にはなるんですが、単なる砂糖ですからね。これ完璧ケトン回路、そう、脂肪燃焼する回路をストップさせてしまいます。もう一度言います、単なる砂糖ですからね。なのでダイエットにおいてこれは有効かというと、残念、これはダイエットで有効ではありません。もちろん少量を使うぐらいは OK ですが、腸内環境を良くするためにって言ってドバドバ使ったら脂肪燃焼はストップしちゃいますよ。まあでもケン君、ありがたくネギ式で使わせていただきます。ありがとうオリゴ糖ってね。はい、次行きましょうか。次はあ、こんなん行ってみましょうかね。これなんだ、お腹と炎の字が書いてあるんで、
脂肪燃焼系のサプリって言いたいんでしょうね。入ってる成分はアルファリボ酸、L カリニチン、コエンザイム Q10。これダイエットの素人の人が見ると、脂肪燃焼するんだ、これを飲むとガンガン痩せるんだって思っちゃうんでしょうね。でもね、これ飲んで痩せることができたら、世の中のフィットネスクラブやパーソナルジムは全て倒産してしまいます。ケン君、冷静に考えてみようか。アルファリポ酸、コエンザイム Q10、L カルニチン、これらの働きは体内の糖をエネルギーに変える働きがあります。細胞内のエネルギーを生成するのがコエンザイム Q10 の働き。 L カルニチンは脂肪をエネルギーに変えるための運び屋さんです。確かにこれ見るとなんか痩せそうだなってイメージがあるかもしれませんが、糖をエネルギーに変えることで痩せることは関係ないですよね。細胞内のエネルギーを生成する、そんなのは普通誰だってやっています。 L カルニチンは脂肪をエネルギーに変える運び屋。これだって L カルニチンをたくさん取ったら脂肪がエネルギーにたくさん変わるってわけではないんです。もっと言うとですよ、この商品成分見てみましょう。一粒あたり1キロカロリー、よいしょね。この商品が一粒1キロカロリー、そんな微量なエネルギーしか入ってないのに、それがこれらの働きをそれほど多く促すとは考えられません。ケン君、落ち着いて考えて。この一粒1キロカロリーを摂取することで体の何かが変わったら、ドラゴンボールの先祖と同じレベルです。ないない。よってダイエットには関係ありません。冷静に皆さん考えてください。こんなのね、飲んだだけで脂肪が燃えたら私失業しちゃいます。はい、そして次、箱の中に箱が入ってますね。これなんだろうな。ケン君ありがとうございますじゃん、こちら低糖質パン、しかも弊社のニカパンです。わざわざ買ってくれたんですね、ケン君ありがとうございます。この低糖質パンというのは、原料に小麦粉を使っているんではなく、ふすま粉というものを使っています。ふすま粉とは小麦の外側の部分、それを使うことで小麦粉よりも糖質が5分の1の割合で作れるんです。この低糖質パンというのは、普段白米やパンを食べている人がこの低糖質パンに置き換えると、それだけで低糖質ダイエットが完成しちゃうっていうものです。なので普段からパンや白米を食べないと我慢できないっていう人におすすめな商品なんですね。普段の食事でご飯の代わりにミカパンと味噌汁と目玉焼き、こんな感じで低糖質ダイエットが成立しちゃうんです。なのでダイエットにおいて低糖質パンというのはOK なんですね。ケン君、お買い上げありがとうございます。自社製品ですが、美味しく食べさせていただきます。わー。では次。おー、これもいいですね。酵素、フォースコリンなどのダイエット系サプリ。有名なのが DHC のフォースコリンですよね。あれ、なんで皆さんダイエットにいいかって知ってます?そもそもここに書いてあるフォースコリンとは、インドやネパールなどに自生するシソ科の植物。コレウスフォルスコリっていう植物で、その植物の成分がフォルスコリンなんですね。そのフォルスコリンっていう成分はどういう働きをするか、これね、聞いたらびっくりしますよ。このフォルスコリンっていう成分、交感神経に働きかけるので一種の興奮状態になるんですね。その興奮状態になるからエネルギー燃焼が盛んに行われる、イコール脂肪燃焼が促されるといった、なんとも乱暴な理論なんです。簡単に言うと、興奮すると脂肪燃焼が促されるってことでしょ。その理論が本当だったら、私なんか常に興奮しっぱなしだからガリガリに痩せちゃいますよね。冷静に考えたら、興奮すれば痩せるなんて思わないですよね。常識でもわかりますよね。なのでフォルスコリンはダイエットにおいて効果はありません。では次に、これいってみようかな。お、なんか重い。重いですね。なんだろうこれは。すごい厳重な包装してある。ちょっとカッター持ってきます。
はいはい、懐かしい。はいはい。皆さんこれなんだかわかります？これ、腕に巻くやつです。そう、アンクルウェイト。うわ、昔買ったことあるな。これをどうするかというと、腕に巻くんですよね。よいしょ。こんな感じで。よっ。あ、重っ。重っ。こうかな。こんな感じ。これは多分、そうだな。2キロか3キロぐらいでしょうね。2キロ2キロで4キロ。昔買ったな。懐かしいな。これはつけたからって筋肉がつくわけじゃないけど、ケトジェニック状態の時にウォーキングをしてこれをつければ活性化エネルギーがプラスされるので、4キロという重さ、そう、その4キロ分の活性化エネルギーがプラスされるから、何もしないでウォーキングをするよりもこれをつけた方が脂肪燃焼効果は上がります。なので何もしないで普通に歩くより、これを腕か足につけてウォーキングすると脂肪燃焼効果は高くなると言えます。こんなシンプルな商品ですが、理論的には正解なんですね。じゃあケン君はこれを24時間つけていただきましょう。そして次、これいいな。ああ、コマーシャルでもやってますよね。こちら、賢者の食卓。この商品 CM で見ますよね。これ中身なんだか知ってますか？単なる食物繊維です。これを食事の前に飲むと糖質や脂質の吸収を抑えるって書いています。でも冷静に考えてみて、糖と脂肪の吸収をなんで食物繊維が阻害するんですか？めちゃくちゃ大げさなこと書いてますよね。そう、食物繊維を飲んでおくと脂質の糖の吸収を抑制する。理論がない、理論が。また血糖値や血中中性脂肪の上昇を緩やかにする。でもね、緩やかにしたって吸収するものは吸収するんです。確かに食べたものがこの食物繊維によってコーティングされて消化吸収がゆっくりになるのは確かです。でもだからといってその消化吸収を阻害するわけではないですからね。吸収を穏やかにしますが、吸収しないわけではないので、ちゃんと食べたものは 100% 吸収されます。冷静に考えてみてください。食べたものの消化吸収が遅くなるだけで脂肪燃焼するんですか？消化吸収が遅いだけで脂肪蓄積を防止できるんですか？いいですか？コマーシャルや広告を過大に期待しちゃダメですよ。これ単なる食物繊維ですし、食物繊維を食べたぐらいでダイエット効果があるといえば効果はないんですね。確かにこの商品でお通じは良くなるでしょう。ですがこれを飲むことで糖と脂肪の吸収をしなくなるわけではないので注意してください。ちょ、かなりしんどいんでこれ外しますね。これすごい、めっちゃ疲れる。ケン君、もしこの商品に食べたものの吸収を阻害してダイエット効果があったら、世の中に生活習慣病がなくなります。さあ次。おー、出ました。わざわざ買ったんだケン君、ありがとう。皆さんこれなんだかわかります？これはお腹に貼って電気を流す EMS。 有名なのがシックスパッドってありますよね。開けてみましょうか。はいはい、こんな感じね。はいはいはい、はい、つけてみました。おー、ピクピクします。おーほーほー、すごいすごいすごい。痛たたたたたた、痛いな。この EMS というものは電気刺激によって筋肉に刺激を与え、筋肉をピクピクピクって動かすんですね。さあ皆さんはこれをつけると脂肪が燃焼すると思いますか？買って使ったことがある人はもう分かってると思いますが、脂肪なんてこれっぽっちも思えません。皆さんは電気刺激を与えることによって筋肉が刺激される。そうすると筋肉が肥大する、故に代謝がアップして脂肪燃焼する、こう思っていませんか？あのね、人間の筋肉ってこれぐらいの微弱電流を流したぐらいじゃ筋肥大なんかしませんからね。皆さんは CM や広告でお腹が綺麗に割れた人がこれをつけているから、ああこれをつけると私もあんな感じになれるのかな、これをつけるとお腹が6個に割れるんだ、そうイメージしちゃってるだけなんです。いいですか？これぐらいの微弱電流を流したぐらいで筋肉がつくほど人間の体甘くないですからね。なのでダイエット効果は全くありません。ケン君ダメだよ、こんなのにお金使っちゃ。そして次。おー、こんにゃく畑。この商品も痩せるとかダイエット、ヘルシーを連想させますよね。そう、こんにゃくってゼロカロリーで糖質ゼロだから健康ってイメージが先行しちゃうんです。でもね、
この成分表、皆さん見たことありますか？なんと糖質が 12.9g も入ってるんです。糖質 12.9g というと、なんと角砂糖が3個分。確かに食物繊維が 5g 入っているんですが、その食物繊維を凌駕するぐらいの砂糖が入っているんです。つまりこの商品の目的はお腹の調子を整えるっていうことなんですが、そのために無駄な砂糖を 12g も摂取するってこと、それじゃあダイエットにおいてナンセンスですよね。なのでこんにゃく畑はダイエットにおいては NG なんですね。はい、以上で12個のダイエットグッズを紹介しました。結果は丸が 1,2,3,4、 ×が8つ、×の方が多かったですね。ここから見てわかるように、この×がついた商品って類似品を含めれば世の中で溢れ返っていますよね。でもね、ケン君、今回×が多かったですが、これ動画を見てくれてる皆さんにとっても有意義な情報です。なぜならば、こんな風に×をつけている私もサラリーマン時代は効果があると思って買って使ってました。やっぱりビジネスもダイエットもうまい話ってないんですね。世の中の飲むだけつけるだけで脂肪が燃焼するっていうダイエットグッズはほとんどインチキだと思っていいでしょう。皆さんも古代広告に騙されないようにしてくださいね。はい、改めてケン君、プレゼントありがとうございました。これら一般人目線でダイエットに良かれと思って購入したのが良かったと思います。動画を見てくれてる皆さんは今回のケン君が送ってくれたようなプレゼント、もしかして買っちゃったりしてませんか？しっかりと内容を理解すれば、それは無駄だったってことが分かってくれたと思います。でもその失敗を生かして次から購入しなければいいんです。さあ、逆にダイエットのプロである私がケン君に送ったおすすめのダイエットグッズ、ぜひ皆さんケン君のチャンネルで私のおすすめのダイエットグッズをチェックしてみてください。コラボ企画なので、ケン君のチャンネルを下の概要欄に貼っておきます。それらすべて私も使ってますし、Amazon で簡単に購入できますので、ぜひチェックしてみてください。ケン君もありがとうございました。この動画を見てくれた皆さんもありがとうございました。この動画が面白かったな、参考になったなって思っていただけたら、ぜひいいねボタンとコメントお願いします。皆さんの応援が動画のモチベーションです。ぜひよろしくお願いします。今日は以上です。